さて毎月第3第4火曜日でお伝えしているはかる大切のコーナーですが今朝もこのスタジオにはカメラを用意してラジオが見えるということになっていますラジオ放送終了後にはラジオ関西の動画配信コーナーまたはコープ神戸商品検査センターのホームページからもご覧いただけます今朝は金鉄デリカフーズの中浦よし子さん 商品検査センターの高畑信子さんにお越しいただきました。おはようございます。おはようございます。おはようございます。え、今日は高畑さん、どんな内容なんでしょうか。はい、あの年末年始に、あの需要が高まるかまぼこやちくわなどの、えー。魚介練り製品の新たな魅力をご紹介したいと思います。はい。年末のかまぼこ売り場を見ますと、もうすぐお正月っていう気分になりますよね。また、普段から、あのちくわなども。 身近な食べ物っていうことで私も実は練り製品がもう大好きなんです、うん、マニアックなぐらい好きなんですけれどい <や S 1> はいそうですよねあの魚介練り製品のすり身に含まれるあのタンパク質が、えー、近年注目を集めているんですね、はい、でヨーロッパなどではあのカニカマなどはあの低カロリー高カ高,高タンパク質な食品としてとても、うん 人気が高いというふうに報道されていますそこで、はい、今日は金鉄デリカフーズから高浦さんにお越しいただいているということなんですが、はい、もう練り製品の新たな魅力語っていただきたいと思いますあの金鉄というとあのテッチャーのキャラクターでおなじみですよねはいそうですねと金鉄デリカフーズは兵庫県西宮市で1926年に創業して今年でちょうど創業95周年を 迎えております。蒲鉾、はい、やちくわ、かにかま、揚げ物などの練り製品を主に販売しております。はい、で現在は神戸市の六甲アイランドの工場で、毎日200種類程度の練り製品を毎日製造しております。かなりの種類ですね。そうですね。 1990年には業界に先駆けて全商品保存料無添加を実施したりですとか FSSC22000 の食品安全管理システムを認証するなど安心安全な商品作りに取り組んでおります他にも例えばのキャラクターの全身をかたどったようなかまぼこであったり、うん、まるで本物のような味アやア食感見た目を再現したほぼシリーズ の商品開発など独自性あふれるものづくりっていうのも兼ねて,ての魅力として言っていただいておりますあのほぼカニって本当に食感わ <laughs> からへんですね <laughs> そうできてるな、ね、と思いましたね本当に2年間かけて開発したもかね鉄のおすすめ商品なのでねはい。ホタテもあるんですよねそうですねホタテですとかあと期間限定でほぼうなぎなども販売したりですとか皆さんに楽しんでいただけるような商品作っております <laughs>、はいね、このてっちゃんというのはいつからですかて,てっちゃんはえっと1951年に誕生しました今年で、はい 七十歳ですね、七十周年を迎えております。そうですか、あの確かかまぼこ作りが体験できる施設もあるんですね。<laughs> そうですね、あの本社に併設しております。かまぼことちくはお手作り体験していただけるてっちゃん工房という施設もございます。はい。そして、あの。 中島らもさんの、なんか連載も、もありましたですね。そうですね。80年代に、あの啓蒙鴨ぼこ新聞というような。漫画が入った広告、なども、行っておりまして、非常に、人気でした。あの、この年末年始にかけては。 やはははりりこのの練り物っていうのは需要は高まるんですよねそうですねやっぱり年間の中でもお正月のかまぼこっていうのは再受容器になりますので今の時期一生懸命作っておりますはいこの受容器秋冬お正月、まあ、おでん種としてももうそれだけでもかなりなもんですもんね、うん、そうですね、はい、寒くなってきましたので今からおでん種も増えてくるかな、うん、かと思います あのまあ、寒い時期だからいいかって思ったりもするんですが、あの練り製品っていうと、どうしてもその塩分のこととか、ちょっとこう気になったりするんですが、実際どううなんでしょうかねあの食習慣調査に、まあ、BDHQ 調査ですね、はいはい、この間、甲府神戸も取り扱っているあの調査があるんですけれども。うん やはりあの塩分を取り過ぎている傾向があるのは事実なんですけれども、まあ、あの量に注目してですねあのバランスよく食べるというのもあの食生活の基本となりますのであの練り製品はあの低カロリーで高タンパク質とされてますのであの上手に あの食生活に取り入れることも重要かと思います、うんはい、実際高野さんその数値的にはどうなんでしょうかねそうですねあの練り製品の塩分って高いかなっていう印象あると思うんですけれども、うんはい、実際はですねそれほど他の食品と比べても高いわけではないんですね、うん、あの金鉄の主力商品でかまぼこですとあの一本 1>, 1日で召し上がるわけではないので、うん、1>, 1食あたりにすると、まあ、約1ム程度ですので、うん、例えばカップ麺1つ召し上がっていただくと約ねラムぐらいの,、うん、あの塩分があったりもしますので、はい、それほど本当ににの他の食品と比べても高くはないですね。うん、食べ方にもよるんでしょうねすのですどうしても練り製品の独特の食感を出すために塩分は必要ですのである程度は入っておりますので。うん 例えば食べるときにあのう油をつけずにそのままお召し上がりになっていただいたりですとか、うんはい、お料理する際に調味料とか一緒にあの入れていただく具材とかを工夫していただいて塩分を減らす工夫していただくのもおすすめかなと思います、うん、そうですね、うん、まああの例えばその板わさみたいなねわさびをちょっとこう挟んでいただく時はもうそのわさびの味で、うん、えあとはもうかまぼこの塩分で味わうとかっていうことで ちょっと心がけをすると、だいぶ違ってくるんでしょうね。そうですね。はい。ということで、この続きはまた来週、お話を伺いたいと思います。はい、この模様は、ラジオ関西の動画チャンネル、またはコープ神戸商品検査センターのホームページからもご覧いただけます。今朝は、金鉄デリカフーズの高浦佳子さん。商品検査センターの高畑信子さんにお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。